皆さんこんにちは、神社への先の中島です。本日私は京都府木津川市鴨町にございます 2LDK の賃貸マンションヒューマンパレス A 棟という物件にやってまいりました。この物件は JR 鴨駅まで歩いて行ける、そんな駅近の物件となっておりますので、移動にも便利な、そんな立地条件となっております。まずはこのリビングスペース、とても広々としておりますので、テレビやダイニングテーブル、そしてソファーなどを置いていただける、そんな広々とした空間となっております。お部屋は南向きということで、暖かい日差しがしっかりと入ってくるお部屋となっております。このようにですね、バルコニースペースもしっかりとございますので、お布団やお洗濯物などを干していただいても十分に、干していただくことが可能となっております。またリビングスペースのすぐ隣にも洋室のスペースがございます。このお部屋も南向きとからの窓となっておりまして、バルコニーに出ていただくことができますのでご安心ください。そしてお部屋には広々とした収納スペースがございます。このようにですね、クローゼットタイプの収納となっているんですが、横幅がしっかりとございますので、こちらしっかりとですね、物の収納をしていただくことが可能となっております。それではキッチンスペースに行ってみたいと思います。キッチンは独立型のキッチンスペースとなっておりまして、シンク、調理スペース、そして2口のガスコンロ、もちろん水道もございます。そして上や下にも収納スペースがございますので、キッチン用品を収納していただくのにも困りません。また冷蔵庫などをこのスペースに置いていただければ、お料理もですね、大変しやすいんではないでしょうか。こちらのマンションはエントランス部分にオートロックがございます。ここでオートロックの解除をしていただくことができますので、誰が来ても安心ですね。それではその他の部屋をご紹介したいと思います。お部屋を出まして、廊下に出ますと、このように収納スペースがございます。奥行きもしっかりとございますので、衣類の収納にも困りません。またこの扉を開けますと、お手洗いとなっております。そして奥に進んでいただくと玄関スペースです。玄関にはコの字型の大きな下駄箱もございますので、靴の収納には困りません。また水回りですが、人気のシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場、そして奥に進んでいただきますとお風呂場となっております。お風呂もですね、毎日の疲れを癒すのには、ぴったりのお風呂となっております。最後は洋室のスペースです。こちら共用廊下側のお部屋となるんですが、窓もしっかりとございますし、収納スペースもこのように横幅、奥行き、高さもしっかりとございますので、衣類の収納にも困りません。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいい 2LDK の賃貸マンション、気になるのはやはり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の先のスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。